トリコさん、はいおはようございます。おはようございます。います <laughs> 高いな声が。まあまあ。<laughs> 今あの大福食べました。ああ<ー>。うん、えいちご大福とかじゃなくて。何もない。普通のあんこだけの。はいはいはい。大福。そりゃでも元気出るよね。うん そうそう。まあ、ちょっと、この前、うん、えっと、うん、この、まあ、のりこさんと話す前に、2つレッスンが続いて、うんうん、おお、疲れ様です。まあまあ、ちょっと、糖分が必要ですよね。砂糖が必要。あるある、はい、そういう時あるよね。<laughs> そうそう。<laughs> はいはいはいあ<の>あ。買いに行ったんですか家にあったんですかえっと、昨日買ったやつですね。<ー>昨日4つ買って、うん、昨日2つ食べて、 自分で。そう、昨日僕は二つ、四 <laughs> つ、全部で四つ買って、昨日僕は二つ食べて、はい、子供に一つあげたんですね。うん、はいはいはい。えー、まあ、残り一つを。子供は。今日帰ってきたら食べる。つもりで、ワクワクしてると思うんですけど。かもうない。もうない。<laughs> 怒られると思う。ええー、二、まあ、つ、二つずつって言ったじゃん。まあ、そ,うそうそう。まあ 僕は三つ食べはいはいよく食べましたなんかね大福は僕の奥さんはそんなに興味ないから奥さんはい焼きとかはどら焼きとか好きなんですけどなんか餅とかはお餅かな多分ねうそ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 うかうちう夫もお餅は好きじゃないですねそう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 そ うん、なんか、やっぱり、あの、小麦粉の、ね、パンみたいな。うん、どら焼きとか。なるほどね。あのー、たい焼きとか、なんか、その、小麦粉ですよね、うん。そう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 。それに比べて、餅は、なんか、餅とか団子とか。はい、まあ、なんかね、もごもごするからね。うん、<laughs> あの、どこで買ったんですか。なんか、専門店というか、その、大福屋さんみたいなところがあるんですか。うん それは僕がいつも買ってる豆腐屋ですね。豆腐屋。豆腐屋がなんかいろんなそういいろろなものを売ってる豆腐屋ですごいすごい。なんか和菓子ですね。そうそう和菓子。ほとんど和菓子。えっ、すごい面白い。豆腐屋さんですね。そうですね。珍しいかもしれないよ。そう 豆腐屋があるのもすごいね。まあ、それはね、でも、豆腐屋っていう、うん、まあまあ、確かに豆腐屋なんですけど、うん、ちょっと、その、まあ、オルタナティブ豆腐屋というか、そう,そう、そう、わかります。そう、豆腐屋だけでは厳しいですよね。やっぱね、まあ、まあ豆腐を、うんあの、そこは、そこで豆腐作ってないですからね。 そうそうそう、うん、その豆腐屋だけどまあ、うん、なんていうかなまあスーパーみたいな豆腐屋ですよね,いろいろねそう豆腐を作る工場はあると思うんですけど、うん、まあ普通豆腐屋っていうとそこで作ってますよね。そそ、うん、そうそうそう,そう なんかそこで毎日朝早く起きて作ってる豆腐昔のそのベーカリーみたいな、うん、ベーカリーもそこであるある焼いてるベーカリーがあるでしょん、うん、でも最近のベーカリーはなんか違う場所で焼いてそこでは売ってるだけそ,そ,そういうベーカリーもありますよねそそ、うん、その2つのつタイプがありますよねううんね、かそか、はい、キッチンのあるベーカリーとキッチンのないベーカリーもありますよね、うん、はい この豆腐屋は,はい、はい、豆腐は作ってないですね全然え、うん、よく豆腐買いに行くんですかそこに豆腐買いますね豆腐いいねスーパーの豆腐はねちょっと違う、うん、あやっぱり、うん、何かが違うんですねなんかね<ー>僕の奥さんが好きな豆腐はあの、うん、昔っぽい豆腐 昔っぽい豆腐かいものなんでしょうか硬い豆腐あっいのが好きなんだそうそうそうそれはそれはそうだから僕は僕たちが買ってるのはんか昔ながらの豆腐っていう名前の豆腐を買ってますあ面白い名前そう昔スタイルってことね昔ながらの豆腐なるほどねそっか私ね日本だと柔らかいのが好きですね あれですよね。結局柔らかくても美味しい豆腐もあるし。硬、うん、くても美味しい豆腐もあるし。柔らかくても美味しくないのもあるし、硬、うん、くても美味しくないのもあるし。うん、あの、あんまり関係ないんですよね。うん、柔らかさっていうの。でも柔らかくてもすごい美味しい豆腐って、あの京都とかにありますよね。うん、ありますよ。うん なんか、うん、いいですね、豆腐。なんかミルキーな豆腐でしょ、うん、その、すごくクリーム。そう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 。好きですね。うん、いいですね。そ<う>ええー、鉄平さん家は何、お味噌汁にだいたい入れるの?。やっぱり、そろそろそういう季節ですよね。うん、そうそうでしょうん。なんかね、夏はやっぱり味噌汁全然作らないんですよ。でしょうね。うん、もう暑すぎて、落いて、まあ、もちろん、僕の、うん。 あの両親の家とかねなんかお母さんはよく味噌汁作ってるから夏でもありますけど僕たちはまあオルタナティブファミリーっていうかオルタナティブライフスタイルというかそそううなるほど朝はシリアル食べたりでしょうでしょうもちろん。 むしろし、うんね、白いご飯とお味噌汁は朝食べる方が珍しいもんね。最近はそうでしょうね。そうでしょうもうパンう最近はね。うん、そう最近はそうですよ。 あの若い人たち、うん、まあ若いってでも僕ももう代 <laughs> いや私たちもそうでしょ、うん、そうなんていうの簡単だもんそっちパンとかの方がそうやっぱりちょっとまあ今今の80歳ぐらいとかの人たちは多分味噌汁とか作るかもしれないですね,、うん、ね今でも、うん、そう,そうでもねやっぱりっま,まあ今の60歳より下ぐらいの人たちだと、うん、なんか パンの方が人気かもしれないですね。うんね。うん。ねうん、そう思うな。うん。そう。やっぱり日本のその八十年代ぐらいからやっぱり洋食が増えてパンも増えてね。そうそう。その時代にこうずっと過ごしてる人たちですよね。うんうん。うん。でもやっぱり八十歳九十歳とかになるともっとね昭和の初めの頃だから。 そうですね。はい、あのまだパンを食べてないんです <laughs> そうです。そうです。もちろんパンは多分いや。パンは,パンは例えばね。例えば僕のおばあちゃんは、うん、実はパンは食べます。でも、うん、シリアルは食べない。あ、いやいや、<と>そうでしょうね。そうで、僕のお母さんでもシリアルは食べない。うん 私の漁師もそうですね。そ<う>食べたこともないと思います、ねそう。シリアルは僕たちからだと思う,う。シリアルの最初の世代は僕たちだと思う。うん、そう僕がやっぱりそう、ね、高校生ぐらいの時にそういうなんかチョコシリアルとかありましたよね。うん ででもも我が家にはななかったんんすよねいいやでもほとんど食べてない、うん、僕が食べ始めたのはやっぱり大学生ぐらいで、うんうん、でもその時もまだって感じですねまだそんなに今ほど勢いがね勢いがそう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 でも今はもうやっぱり楽ですからねシリアルはそう楽だし、うん、まあ買いやすいよね環境的にもなんかその何ですかそういう輸入輸入ショップみたいな私は子どもの頃やっぱなかったから。 外国のものが買えるお店とかもね,ね、うん、だから家にそんなものも本当なかったけど今はちょっと行けばいろんな種類買えるもんねもちろんもちろん今はまあそのカルディみたいな店で輸入のシリアルとかも買えるんですけどでもまあ日本の会社もたくさん出してるんでそう、ね、僕がさっき食べたの日清の あ、日清のもあるんだ。日清とか、カルビーとか。ああ、はい、カルビーは、はい。そういうなんか、いろいろあるよね。そう、日本の会社の出したシリアルがありますよね。でもシリアル、私はちょっとやっぱり甘い、甘いと思っう甘いですよね。甘すぎまよねちょっと。そうね。そうだな。甘さ控えめとかないのかな。甘さ控えめ と書いてるやつは大抵甘いです。そう、そう、まだ甘いんだよね、私たちにとってはね。いや、なんていうかな、あれね、何も書かなかったら。そんなに砂糖のこと考えずに食べるんですけど。書いてあるからこそね、甘さ控えめって書かれると、なんか意識しますよね。これ。するするする。甘さに、甘さをちょっと注意してみよう。で、食べると、いや、甘いなって。 そそううやっぱり甘かった。意識させるなよみたいな。逆に言わなきゃ気づかないのさみたいな。朝だから。朝眠いからあんまり甘さとか気にしないのに甘さ控えめとか書かれるとどれ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 チェックしてやろう。甘い。やられたみたいな。そう。やっぱり甘かった。そうね。やられた。あるな、あるな。そうそうそう。 ねえ私まだ朝ごはん食べてないんですよこのあと食べるけどでもシリアルは家にないな今 <laughs> はいはいまあのりこさんちょっとあれですよねなんかその、うん、炭水化物を減らしてるとか言ってますよ、ね、そうそう本当に本当に食べてるんですよまだ食べてるけど本当に減ってる朝はあれでしょヨーグルトとか<う>バナナとかフルーツとかフルーツうんそうそうやっぱり調子がいいですか いや、そんなに変わらないよ。<laughs> でも、まあ、ね、うん、まあ私は本当に変わらないけど、夫は本当に体重が減ってる。うん、ああ。まあ、その分食べてたんでしょうね、前。まあね。<laughs> うん。まあのりこさんもう減らすほどそんなにないでしょ。その。うん、まあ、わ、ね、かんない。その私はあんまり体重すっごい上がったり下がったりしない。まあ、増えたり減ったりしない。うん、大体いつも同じですね、本当に。うん、何年も。ね。てペさんもそうじゃないあんまり。 ずっと同じじゃないい違ますでも今筋肉がついてきたから増えてるかまあなんかそれもまあもうんていうあまあどうなんですかねうんどうなんですかね本当ねいややっぱりね筋肉を増やそうと思ったらもっと食べないとダメなんですよねそうでしょうそれがねもう嫌でね食べられないああもう無理んかそもそも食べられないでしょうたくさん 食べられない。あの、例えば、ま、例えば頑張って、ちょっと多めに食べるじゃないですか。その日は大丈夫なんですけど、次の日少なくなる。やっぱり。そう、そこで調整するんだね。そう、なんかもういい。そう。いや、今日も肉とか嫌だし、みたいな。豆腐、豆腐。そう、豆腐。わかるわ。なんかあっさり系にあっさり。で、豆腐食べたら、もちろんカロリー足りないから。 うん、あの大きくならない体が。大きくならない、そうそう,そう。いや、そんな毎日ね、うん、鶏肉とかブロッコリーとか食べられないんですよ。無理、無理、無理。そう。うん、でもなんか体を大きくする人たちは、うん、みんな毎日こう鶏肉とかブロッコリーとかプロテイン食べてあ、食べてんだ。そう、やっぱり。がっつり言ってんだな、うんいや、もちろんね、そのなんか、ビーガン、

考えただけで、ね、そ,うそんなたくさん食べたくないあるある食べられないね怖いんですよ、うん、食べ物がそうねそう <laughs> なんか健康的なのかどうかわかんないないや私は健康的じゃないと思うやっぱりめっちゃそんな悪いものも食べてるだろうし <laughs> ポテトチップスとかも食べてるだろうし時に チョコレートも食べるし、ああうんでいつもじゃないよ。いつもじゃないけど、やっぱり食べる時には食べるじゃん。うんはい、はい、はいえ、うん、旦那さんは逆に今かなり厳しく管理して食べてるってことですか？うん、いやそんなことない。そんなことない,そなとない。その炭水化物だけを減らしているけど、それは月曜日から金曜日までの話で、週末はもう本当にがっつり私たち食べるんですよ。 でもそれは楽しみだからビールも飲むしパンとか食べなくなったってことそう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 あでもそれは別にでも彼の場合はちょっと運動をしてるからだからそれでバランスよく痩せてるってことかなだからちょっと食べても運動してって感じ何してるんですか運動は水泳水泳あいいですいいですね週3回水泳してますねはいはいやっぱ水泳はあのすごいねなんかその走ったりすると 例えば旦那さんとかも、うん、旦那さんもあれでしょ50代とかですよね。ねま,まだ来てない彼は私より年下だから。あまだ4後半ぐらい、うん。まだギリ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 40代。はいはい。まあでもなんかあの走り始めると、うん、まあだんだんみんなエスカレートするんですけど、うん、やっぱちょっと心配ですよね。その なんか膝が痛くなったりとかそうそう怖いよね急に始めるとんか水泳ってたくさんやっても怪我とかないんですよねほとんどあそっかそっかそのなんていうの水の中だから無理がないですよねなるほどねむしろなんかこう肩とかがもっとこうよくなるっていうかそうそうそう。 なんか水泳して膝が全身,全身運動だ。だね、肘が痛くなったとか膝が痛くなったとか珍しいんですよ、ね。そ、うんね、うそうそう。うん、やっぱそんな無理がないような運動だから。なるほどね。だから水泳はもうどんどんやっていいんですよね。でも走るのを例えば毎週毎週三回やってると、<laughs> うんうん、まあだんだん速くなっていくだろうし、うんうん、だんだん距離も伸びたりして、ちょっと気がつかないうちにこう膝が痛くなったりとかね。 怪我が多いかもね。そうそう、怪我ね。怪我が怖いんですよ、やっぱり。なるほど。そう。僕の奥さんも水泳やってるけど、やっぱりその怪我の心配がないですよね、水泳は。なるほどね。そっか。そう。まあ一緒に行かないのじゃ、水泳。いや、僕あ泳げるけど、なんか僕は犬、犬かきですよね。あ、そっか。ドッグスタイルです。 はい、僕も犬僕はあの僕の犬に犬かきを教えてもらったんで <laughs>、はい、まあでもでもなんかトレーニングトレーニングっていうかその教えてもらって少しずつやればどうですかでも水平私はちょっと面倒くさいよね、まあ、なんか行って。いや で、なんか、無駄毛を剃ったりとか。あ、そうなん。このビキニラインを整えたりとか、ちょっと面倒くさくないですか。そうか、そう。やっぱり、どうせやるんだったらね、やっぱり、小さいビキニ。そうなの。いやいや、そんな、僕は持ってるの、なんかショートパンツみたいな水着しか持ってないんですよ。それでいいんじゃないの、なんで。いや、だめでしょう、それは。ええ。それは、なんか、あの、あの海水、なそのビーチ、ビーチではいい。 けどあとはなんか子供とプールに行くとかはいいけど、うん、歩くだけだからねうん、うん、でも泳ぐんだったらショートパンツみたいなのはダメなんじゃないですかいやうちの夫それで泳いでますよえ膝ぐらいまでのショートパンツいや膝ぐらいまでじゃないけど膝よりはもうちょっと上だけどはいなん,かなんかブリーフ ブリーフパンツそんな感じ、そんな感じ、そんな感じ。ああ、子供の、しょ、なんか少年のなんか。そうそうそう、そんな感じで泳いでますよ。ああ、それぐらいでもいいけど、でもどうせならもうちょっとちっちゃい方がいいかな。こだわるな。やっぱり。そうなんだ。やっぱりできるだけ小さい方がいいですね。XL。なん XS ぐらいの。そうなんだ。そう。だって、速さをやるわけじゃないでしょ。その、夫はその、長く、 ゆっくり長く泳ぐから。うん。うん。いや、僕もバタフライですバタ、いきなりバタフライ。いきなりバタフライやりたい。やっぱり。そうなんだ。やっぱり存在感。よくわからんけどね。存在感プールで存在感を示したいんですかバタフライはめっちゃ存在感ありますよね。いや、あるけど、あ、なんでよくわかんない。バタフライ。いやいや、存在感でだから存在感。運動のために行くんじゃないの 人が歩く時って、うん、まあ道を歩く時普通に歩くじゃないですかはい、はい、そうよ、うん、まあ存在感のある歩き方っていうとまあちょっと手と足を横にこう大きく振ったりして「おらおらおら」みたいな <laughs> でもねバタフライってもうその100倍ぐらいの存在感がいいやすごいですよねそれをずっと続けた日にはもうみんな「あの人すごい」になりますよねそう、うん、バタフライ男 注目浴びるに間違いないそう、うん、それをやりたいす <laughs> ここそうすごく変な動機だけどそうそうちっちゃいビキニオキてうそうかバタフライそう,かそうなるほどねうん存在感わ <laughs> かりましたそうねニックネーム人に呼ばれたいんですよ僕はあ存在感が来た存在感 なるほど。うん